この話はですね、結構有名というか知っている方ももしかしたらまあまあいらっしゃるんじゃないかなっていう風な話なんですけれども、まあ怪談というよりちょっとした話、僕的には結構怖い小話だったんですけれども、僕の友人でですね、まあ、昔の友人ですね、今も全然連絡取ってないんですけれども、結構感覚が鋭い女性がいたんですよ。幽霊が見える霊感とまではいかないんですけれども、なんか気とかエネルギーとかを感じ取れて何かがわかるんだよねっていう女性がいたんですよ。その子の悩みっていうのが、どうにも彼氏ができない、素敵なパートナーに巡り合えないんだっていうのがものすごい悩みで、で、ああそうかということで、じゃあなんか自分でいろいろ変えてみれば、気持ちのリセットしてみれば、でもいろいろやってるんだよね、そうか、そんな話をしていた時に、パワースポット行ってみようかな、そういう風に言ってたんですよ。あ、いいんじゃない、行ってみれば、そういう風に僕が伝えると、その子が、実はね、恋愛成就にすごい効くっていうパワースポットがあるんだよ。ああ、よかったじゃん。なんか変わるといいね。うん、行ってくる。そう言って、まあ、超有名なパワースポットに行ったらしいんですね。ですが、着いた途端に、負のエネルギーしか感じなかったそうなんですよ。ものすごい悪い気の流れ、悪玉みたいのが流れていて、もう胸が苦しくなったそうなんですね。なんだこの憎悪の塊はと。いうふうに思って、まあ一応ね、来たから友達と一緒に中に入って、まあ参拝して出ようかなっていう前に、ねえねえ、絵馬描こうよっていうふうなことで、絵馬を買って描いて結びつけていこうよと思って、あ、そうだな、せっかく来たしなと思い、実際やろうと思ったら、その憎悪の権化みたいのが絵馬にあることが分かったんですね。すでに結ばれている絵馬とか紙とかそういうのがあるんですけど、それらに全部の呪いみたいなものが集まっていて、ふと読み上げてしまったそうなんですよ。そうすると、ほとんどは誰々さんと付き合えますように、深い仲になれますようにだったんですけれども、とても神聖な場所とは思えない数、あいつを殺したい、死んでほしい、いなくなればいいのに、そういう憎悪の願いみたいなものっていうのがたくさん祀られていたそうなんですね。これだ、一応自分は恋愛、素敵なパートナーが出会えますようにというふうにせっかく書いたんで、そこに結んではいったらしいんですけれども、やっぱりあそこってそんなに近づかない方がいいところなんだろうな、改めてそう思ったそうなんですね。オカルト好きでもあったその子、帰ってきてから気がついたらしいんですが、本当にあった呪いのビデオのシリーズにもその場所は映し出されていたことがあったそうです。